皆様こんにちは。母ちゃんこんにちは。ハロー。何してんの？母ちゃんのお友達です。なんとね、卒業式がもうすぐあって、かほちゃんのママがね、ボランティアに手を挙げちゃったんだよね、かほ。そうなの、なんでだよ。この組み立てなきゃいけないものとか、車を触らなきゃいけないものとか、すごいいっぱいで、ね、というわけで、かほちゃんたちが今から組み立ててくれます。よろしくお願いします。わーはー、ママも手伝います。おい、ジロができた。シーは何邪魔しに来て。行くよ。行きますよ。すごい、いいじゃん、いいじゃん。オッケー、ワンダウン、ワンダウン。すごい、かおちゃんたちが頑張ってくれて。2024になりますか、かおちゃん。いや、もう2024です。次は2025年です。はぁ、とりあえず今日は数字だけ作りましたよ。明日この辺の風船を膨らませていくんだけど、明日はかおちゃんのお友達がもっといっぱい来てくれるんで、もわーっとできたらいいなと思ってますね。ね、せいちゃん。The next day。 ほいほい、今日かおちゃんのお友達が5人来て手伝ってくれたんだけど、なんかもう人がいると慌ただしすぎてちょっとビデオどころじゃないみたいなね。でもすごい進んだの。こう見て、下もすごいいっぱい風船が膨らんでますね。でもまだこれでも3分の1しか終わってなくって、ちょっと内職系は今カホとパパで何してるんですか？お花作りです。顔が全く見えません。かけてはいけない。お花作りです。これ卒業式の卒業帽、可愛くないか？ほほら、あなた卒業で、あー、たんたたたーん。それは結婚式。結婚式だ。卒業式ってどんな曲だっけ？そればっかじゃん、パパね。いいじゃん。仰げば尊し歌って。じゃあ1個流れる曲なんか、ビートルズ。ビートルズ？私、私の、もうそこまでしか。そういう卒業曲があるじゃん。うん。あの白い一日の中に流れた。それなんだっけ？一日ねねねね。違うよ。これ古い曲だよ。ほら、ここからどうやるかわかんない。何やってんの？自分の頭で考えてみたらどうですか？なんかビリビリ剥がしてる。そう、花になる。かわいい、かわいい、かわいい。あたしが？あたしが？あたしが？ああ、かもしれない。パパ、なんか、パパ。え、なちゃん。なんでそうなんだ。なんかすごい不器用な人みたいな。もういいから、口とカメラを動かすんじゃなくて、手を動かせ。カメラ動かせ。手を動かせよ、もう。カメラを動かしました。集中してるから俺。へぇー、花はそれでおしまいだけど、あと風船があるんだよね、大量の風船は。今回はいいんじゃない？風船は今回はいいけど。マジで？え？風船なし？どういう意味？風船はちょっと大変だから。怒られちゃうよ、一人のボランティアも。はぁ、ないのって言われちゃうわ。Much, much, much later. 平日卒業式の準備どんどん始めていってるんだけど、今日いよいよ佳境です。風船のアーチではないんだけど、風船のこう紐っていうのを作りたくって、それを250センチ2本金と赤と黒で作りたくって。なるほど。もう一つは青、水色、白、シルバー、黒の風船の塊を3つ作りたい。それは何個ぐらい膨らませばいいですか？いや、ママの予想だと200いらないかな。200個
で、今日はもう、カホの友達はみんな忙しくてね、来れないので、家族4人で頑張って作ります。オーケー、カホ。家族2人じゃなくて。カホとセイってこと？いや、あ、オッケーオッケー、カホとセイで作ってくれるの。お願いします。まずね、黒赤金の 3,4 個の風船の塊を作ってもらいたいんだけど、同じサイズにならないようにいろんな形を混ぜて作ってくれる。機械の使い方が分かんないからちょっと何回か。え、そこから？パパ、で、これポイントは、これ膨らましすぎない、もうちょっとちっちゃくしていいかも。だから結べなくなる。そう、それと、うん、同じ色ね、同じ色。プロの人は2個いっぺんに膨らましてた。あ、かわいいじゃん。プラス、この木。あ、かわいい。
わわわわわわ。ひろさんどんな風になるんだろう。それもしかして長いホースがいる。ちょっとコツ掴んできていい感じじゃない？うちらペースは上がってきそう。オッケー、じゃあここからちょっと集中していくんで早送りでいきますよ。うん、レバーレー、早送りない早送りでいくの。じゃあよーいと、ない方がいい。風船まみれちゃん、めっちゃかわいい。もうこれでいいじゃん。これを250のこの線につないでいくんだけど、でもこれつないだらさ運べなくない？運べるよ。とか輪っかを一つ取って見て、入れるじゃん。ああはい、ただ入れるだけか。そう、黒を2個ぐらい入れて、その後ゴールド入れてみたいな。ちょっと可愛くない？見て。そうそうそう、そしたら次違う色みたいな感じ。パッハーパッハー。やっぱやめた。これでやるのやめよう。あ？これでやるのやめよう。ん？見て、2本できましたよ。いい感じ。いい感じですか？もう職人になって、うん、2人ともめっちゃ早くなってる。もううちら風船会社始めようか。風船がいる人は電話してください。いくらでやってあげる？1本100ドル。ちなみに注文するともっと下がる。あー、手は何？手はなんか休憩してる。参加するつもりがない。これさ、同じ量に分けてくんない？青を2つ。パパとかハがこれ2つに分けてくれたんで、これで1つの塊作って、これで1つの塊作ります。誰が作るの？ママだな。じゃあパパにカメラ渡す。え、これでだろう。だって俺が始めた。へいへい、どんどんやってけ。今度は棒じゃなくてね、塊にしたいのよ。結構難しいよね、それって。どうすんだよ、それ。どうしようか。できる？
わがほシューティングレンジ。おい、ママに殺されんぞ。あれ殺されないよ、天井に当てたら。あ、それはでも、どうやってやってるの。もう、温泉職人になります。わー、見ました。待ってよ、職人職人職人。すごい、なんか重くていい。ちょっと熱くなってきた。温度を下げて、カホちょっと一回タッチ。いや、私バスケ。いや、ちょっと、あのエアコンのあれだけ。私バスケやってるから。エアコンのあれだけ変えてくる。私バスケやってるから。ちょっと、うわーい、あー、僕平原じゃん。ちょっと一回、一瞬ちょっとあれだから一瞬一瞬ちょっとあれだからさ。ちょっと暑いから一瞬やもんね。おい、ママを取って、ママを取って、やってか、いい加減しろよ。あれも何もしてちょっと疲れてやめて。マママジでピッピンだから。そうなの。固定カメラにすればよかったよ。いやでも動きないとさ、もう早くするしかなくなっちゃうから。はい。カメラ回せるんだ。じゃあちゃんと固定してくよ。やめてよ、ね、ほんとやだ。じゃあそんな感じでママ頑張っていきまーす。ちょっと面白いこと言ってよ。いやいや、俺も休んでるよ。なんで？その子でカメラだけはちゃんと構えてくる。じゃあスーパーテクニックショー、顔をここからパスをパパに。ちょっとママがパパにぶつけないでよ。カメラやばい。怖いか。はい。切れた。そんなわけでママがやっていきます。何終わらせようとしてんの。ちゃんとブログにして。ブログなのこれ。そうだよ。ブログなの。そうだよ。いや、ブログらしく、ちょっとおやつでも食べよう。ママもおやつ欲しい。ちょっとヨーグルトでいいですか。うん、いちごゆで。私は違うもの食べる。違うもの食べる。ゲームやってせい。ヨーグルト食べるか。あなたゲームやってるけど。ヨーグルト。ああ、一応ヨーグルト大丈夫。大丈夫。アイス食べよう。アイス。やばい。どこ。あ、おしまい。スーパーフリーメイドしてデータ。リップ。ヨーグルト。はい、挟まれた。最近はこれです。ハイプロテインプレインヨーグルト。これにメープルシロップをかけて食べるのが最近の。待って待って、こっち向いて、こっち横向いて。いいか。いやいや、違う違う、待って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 。あ、これにメープルシロップをかけて食べるのが早い。早い。はい、 OK。グラノーラも食べるの。グラノーラじゃなくてオートミール。は、じゃあそれはちょっと自分で入れるようにする。ただ俺どのぐらい入れるか分かんないから。自分の奥さんがどれくらい食べたいかもしれないなんて。もう何年一緒に生きてるって言うの。もう17年ぐらい。どう、かわいい。あ、でもなんかできてんの。すごい、もう塊が一つできてる。なるやん。どう？そういうこと。いい。いいいいいい、いい感じいい感じ。うわ、なんか爪がめっちゃ割れてる。あー、ママ爪弱いよ。チョーク。爪が割れたー。今回歌ってるけど著作権の関係で切ります。切ります。何著作権の関係。いや、なんかこう流れてるからね。見て、爪が割れちゃった。やっちゃった。やっちまった。うお、ママがどっちも完成させたか。素晴らしいんじゃない、これ。
総勢何個の風船膨らましたんだろう。分かんない、何個これ。あ、風船これ何個、分かんない、200個ぐらいあるかな。これどこ、ここ、あ、取れた。やー、やはり風船屋への道は遠い。くそー、クソとは言わない。どうか、おクソ様、おクソ様、おクソ様。やめてください。なんて言ったらいいのじゃ。え？なんだろうね。でもね、クソっていうこの発想がクソなんですよ。怖い。一応これでできたんで下に運びますよ。ちょっと割らないように気をつけてね。かおちゃんも持ってって。じゃあ、気をつけてね、気をつけてよ。そんなに、そんなに、ねえか、で、これを卒業式の前日にこれを全部学校に持っていく。どこに、どこに置けばいい。どこでもいい、この上とかでもいい。うん、卒業式の前日にパパが搬入してくれますからね。ちょっと搬入作業めちゃめちゃ大変じゃん。頑張れ。おう、トラックとかうちないよ。まあ往復を何回もするっていうだけだと思うけど。ね、おいしい。お、カホが車から出して取ってくれる人いるんでしょ。あ、じゃあそれもカホたちに手伝わせるか。いや、わかんないけど。うん、え、前日に、前日ほら1時間呼び出すじゃん。1時間呼び出してホッチキスの作業してもらってたじゃん。そうなの。え、あ、前日ってその日の前、前の日、うん、前日、前の日、前の日、その本番ってなんて言うの、当日、あれの最低レベル。あら、カホかわいい。すごい、これなんかヒロアカの個性よ。かわいいやというわけで、卒業式準備はこんな感じかな。当日もね、動画にしようと思ってるんだけど、当日も大変なのよ。え、なんで。顔は別に準備すればいいのね、自分の卒業式のだけだよね。ママとパパは搬入したのと飾り付けなきゃいけない。当日に、当日に。つらい。え、顔も手伝いに行きたい。行かないよ、だってそこ。でもいよいよだよ、顔ちゃん卒業。ん、楽しみだ。あ、もうな、楽しみだけど寂しいね。あ、しちゃね。手紙。